私はパニコ、28歳の兼業主婦です。夫のマサオとは今年の4月に結婚したばかりで、まだ新婚です。はい、マサオ、あーん。うまーい。パニコの料理は世界一だな。パニコ、いつもありがとう。今度の週末は旅行にでも行こうか。嬉しい。マサオ、大好き。なんて。結婚前にはこんな感じのあれこれを夢見ていたこの私だけど、実際には大違いなんです。ただいま。あれ、まだ飯できてないの？んだよ、腹減ってんのにさ。自宅に帰ってきたマサオはまだ夕飯の支度ができていないのを見て文句をつけてきました。私だってさっき帰ってきたばかりなのよ。仕方がないじゃない。お父さんの店でやってほしいことがあるからって呼び出されて会社帰りに寄ってきたの。なんだよ、使えねえ女。私は義実家の用を済ませてきたというのに、マサオは感謝の言葉もありません。私はちょっとムッとしました。ねえ、どうして平日夜にまで私がお父さんの酒屋さんのお手伝いをしなきゃいけないの？私だってパートで働いて疲れてるのよ。近距離別居の義実家は酒屋を営んでいて、私はたびたびお手伝いに駆り出されているのです。休日にはもちろん、平日の会社帰りにもしばしば。仕方ないじゃないか。人手が足りないんだってさ。親父はこの間腰を痛めちまったし、おふくらはもともと体力がなくて重たいものを持てないんだよ。だったらマサオが手伝えばいいじゃない。俺は仕事が忙しいからさ。パニコは所詮パートなんだからいいじゃん。義両親はマサオの仕事を気遣っていつも私に助けを求めてきます。私だってパートとはいえ、ちゃんと仕事しているのに。しかも、それで何らかの報酬があるなら私も許せますが、完全無給のただ働きなんです。せめて働くなら少しでも給料が欲しいとマサオに訴えたこともありましたが、マサオは、これも嫁の務めだと思って頑張ってよ。なんて言うばかり。さすがに義両親に給料をくれとも言い出しづらいので、いまだにただ働きが続いている始末。パートと家事と、それに加えて義実家の手伝いで日々追われるように過ごしていました。こんにちは、お酒の配達に来ました。私は開店前のバーにお酒を配達しに行き、店内に声をかけました。はーい、あらパニコ、いらっしゃい。店の奥からはパネーが現れました。そうなんです。実はこの店、パネーがチーママをやっているお店なんです。パネーが接客の合間にお客様の運勢を占うのがなかなか評判になっているとか。今日も配達のお手伝い、うちで4件目ね。大変ね。昨日は8件も。このところいつもよね。まあね。なんだか疲れているよね。この前パニコが苦しんでいる夢を見たの。顔色も悪いみたいだし心配だわ。ちゃんと休みは取れてる？パネーは私を心配そうに見つめました。お父さんもお母さんも心配していたわよ。パニコは大丈夫だろうかって。忙しいから大変だろうけど、たまには実家に顔を出してあげなさいね。できるものならとっくのとうにそうしています。結婚してからというもの、パートと家事と義実家の手伝いで一日が終わってしまい、実家に顔を出すだけの時間も体力も残っていないんです。でも私は姉に心配をかけまいと元気なふりをしました。うん、わかった。余裕ができたら顔を出すから、お父さんとお母さんによろしく伝えておいて。私は大丈夫よ。体力だけは自信があるもの。いしし。パネーにはそう言ったものの、余裕が出るのはいつのことやら。義両親は人材募集をかけている気配もないし、このまま私がなし崩しに義実家でただ働きをさせられる羽目になるのかしら。そう考えるとゾッとしました。それから数日後、なんと配達や店番だけならまだしも、義母から帳簿付けや発注管理まで命じられてしまったんです。その方が早く仕事を覚えられるでしょって。私はあくまでも新しい従業員が見つかるまでの間のつなぎとして手伝っているだけのはずです。もしかしたら義両親はこのまま一生私をただ働き要員としてこき使うつもりかしら。そんなことになったら私はいつかパンクしてしまいます。私はマサオに訴えました。もう限界よ。これ以上義実家の酒屋の手伝いを続けることはできないわ。マサオからお父さんとお母さんに言ってちょうだい。もう無理だって。しかしマサオは首を横に振りました。そんなことできないよ。お前は同居してないだけマシだと思えよ。姉ちゃんは子育てしながら農家で働き、さらに義両親の面倒まで見てるんだぞ。義士のゆかりさんは私が正雄と結婚するずっと前に農家にお嫁に行き、現在は義実家で同居しながら農業をやっているそうです。農家はそれこそ休日ないし毎日働かなきゃいけない。子育てもあるし、向こうは義両親だけじゃなくて祖父母までいる。姉ちゃんの苦労に比べればお前の苦労なんて軽いもんだろ。確かに義士と比べれば私は義両親と同居していないだけ恵まれているのかもしれません。でも本当なら同居して義実家の仕事と家事をやるのが嫁の務めなんだぞ。近距離別居にしてるだけありがたいと思えよ。そう言われてしまうと私は何も言い返せず黙るしかありませんでした。しかし年末が近づき、私の心には希望が見えてきました。義実家の酒屋は年末年始がお休みなんです。だから年末年始は義実家の手伝いをする必要はありません。久しぶりに得られる休日、私は何よりもしたいことがありました。それは実家に帰ること。正雄との初めてのお正月ではありますが、正月休みのうち1日くらいは実家に顔を出したい。結婚をしてから一度も帰っていないんだもの。それくらいは許されるはず。しかし正雄は私のそんなささやかな願いを拒否しました。実家に？無理無理。年末は大掃除があるんだぞ。牛と実家と店の3つを大掃除しなきゃいけないんだから大忙しだ。それに正月は親戚が集まるから、そのおもてなしもしなくちゃいけない。でもどこか1日くらい。嫁の務めがあるだろ。お前が行かなきゃ親戚一同が噂するぞ。あそこの嫁はろくに働かずに実家に入り浸りだって。実家に入り浸りどころか、結婚してから一度だって私は里帰りしたことがありません。ともかく実家に帰るのは許さないからな。年末年始は嫁の務めを果たせ。正雄がどうしても私の里帰りを承諾してくれないので、私は嫌々ながらも年末年始に義実家に行くしかありませんでした。しかし正月になり、義実家に親戚がやってきて私は驚愕したんです。おめでとうパニコさん、結婚式以来ね。お久しぶり。なんと義実家ではゆかりさんがのんびりとおとそを飲んでいたんです。それもたった一人で。ゆかりさん、今年のお正月は里帰りされたんですか？よく旦那さんや義両親が許してくれましたね。するとゆかりさんはいきなり笑い出したんです。やだパニコさんったら、何言ってんの。私、お正月に義実家に行ったことなんて一度もないわよ。え？うちの家はお正月は各自好きに過ごしてるの。義両親は祖父母を連れてハワイに行ってるわ。あっちにリゾートマンションがあるから。夫と子供はスキーが趣味だから毎年スキーキャンプに行ってるの。だから私も毎年実家に帰って羽を伸ばしてるのよ。まあ義実家での生活も快適だけど、やっぱり実家最高。帰りたくない。でもお正月が明けたら帰らなくちゃですよね。農作業もあるし。私、義実家の農家のお手伝いは一度もしたことないの。は？だってそれを条件に結婚したんだもん。今時農家の嫁が奴隷扱いでただ働きを強いられるなんてありえないわよ。パニコさん、テレビドラマの見過ぎ。私は愕然としました。これまで義士に比べればまだマシだと夫に言われ、義実家の手伝いをしてきたのに、怒りに打ち震えていると、そこにスマホが鳴りました。もしもしパニコ、お正月に会ったら話そうと思っていたんだけど、どうやらパニコは帰れなさそうだから電話したの。実はちょっと相談があるのよ。電話の向こうから聞こえてくるパネーの声を聞き、私の心はきっぱりと固まりました。ええ、ちょうどよかったわ。私も相談があるのよ。お正月が明けてしばらく経った頃です。ある夜、パネーが自宅にやってきました。あれ、パネーさん、 お久しぶりです。今日はどうしたんですか？マサオさんにお話があってきたのよ。実はね、今度私この近くのバーでママを任されることになったの。今のママが引退することになって、私に引き継いでほしいと頼まれたのよ。はあ、それが何か？それで帳簿漬けとかの事務仕事をする人を探してて、パニコに声をかけたら快く引き受けてくれたの。あ、大丈夫よ。水商売とは言ってもパニコがやるのは昼間の事務仕事だから、お客様のお酌をするとかはしないから安心して。大好きなパネーのためだもん。私も協力するよ。というわけでマサオ、これから私義実家の店のお仕事には行けなくなるからよろしくね。え、それは困るよ。親父とおふくろだけじゃ手が回らないって。そんなこと言われたって困るわ。パートも家事もしてるし、パネーのお店の事務仕事が追加されたらパンクしちゃうわ。だからって。これまで義実家のお店ではパニコに一切お給料を支払っていなかったんでしょ。私のお店の手伝いをしてくれたらちゃんとお給料は払うし、家計の助けにもなるからいいんじゃない？そうよね。いや、それはあら、何を困ってるの？家計のお金が増えたらマサオだって嬉しいはずでしょ。それはその、マサオは冷や汗をだらだらかいています。私はマサオに指を突きつけました。あんたが冷や汗をかいている理由は分かってるわ。マサオ、あなた、お父さんとお母さんから受け取っていた私の給料を私に渡さずに自分のポケットにしまい込んでいたんでしょう。こないだお父さんとお母さんから全て聞いたわ。俺がパニコに渡しとくからって毎月給料袋を受け取っていたってね。それに店の従業員の新規採用もマサオがストップしていたらしいじゃない。私がマサオの代わりに義実家の後を継ぐから、今から仕事を覚えたいとか嘘ついて、お父さんもお母さんも真実を聞いて驚愕していたわよ。思えば義母が私に発注や帳簿付けを命じてきたのも、私に店の流れを早く覚えてもらおうという考えだったのでしょう。私だけではなくお父さんとお母さんにまで嘘をついていたのね。受け取ったお金はどこに行ったのよ。それは私にはもう見えているわよ。知り合いのキャバクラで豪遊しているのよね。高いお酒をポンポン開けて女の子をいっぱいはべらせていたわね。キャバクラといっても健全な店だから、まあたまの夜遊びくらいはパニコに黙っておいてあげようと思っていたのよ。でもまさかその資金源がパニコのお給料だったとは驚きだわ。信じられない。人にただ働きさせておいて、自分は着服したお金でキャバクラが用意していたなんて。これまで仕事が忙しいって残業していたのも嘘だったのね。そんなにキャバクラに行きたいんだったら自分のお金で行きなさいよ。私は離婚するからどうぞお好きなように。離婚？当たり前じゃボケ。そんなお前がいなくなったら誰が店の手伝いをするんだよ。自分でやれ。私は一切手を引きますからね。店からもあんたとの結婚生活からも。騙されていたらしい義両親には恨みはありませんが、だからといってこれ以上マサオに搾取されるなんてまっぴらです。するとパネーがにっこり笑いました。あら、マサオさんはお店の手伝いをしなくても大丈夫よ。だってマサオさんのご両親もうお店を閉めるはずだもの。はあ、私もともとマサオさんのご両親と仕事上でお付き合いがあるの。今回のことを私がお話ししたらすごーくお怒りになってらしたわ。パニコさんが離婚するというなら仕方がない。慰謝料とこれまで未払いだった給料は全て私たちがお支払いする。そのために店を閉めて費用を捻出するそうよ。そんなああ、かわいそうね。マサオさんのご両親たら不誠実な息子のせいでお店を閉める羽目になって、お二人ともすごーくお怒りで息子とは縁切りするって。私のせいで義両親がお店を閉めることになったと聞かされて、私は複雑な思いでした。するとパネーが優しく笑いました。大丈夫よ、マサオさんのご両親はお店の引き際だっておっしゃってたから、年も年だし引退する頃合いだろうって。それに一旦は自分たちがパニコさんへのお金を肩代わりするけど、ちゃんとそのお金はマサオに請求するって。だから老後資金もあるし、パニコは心配しなくても大丈夫。それだけじゃないわ。マサオさんのご両親は将来相続が発生した時にもそのお金はパニコに譲ると遺言書を書くそうよ。なんでお詫びの意味もあるんじゃないかしら。そこまでしなくてもと私は言ったんだけど、せめてもの気持ちだっておっしゃるから、パニコはありがたくお受けしてね。近いうちに弁護士を立てて遺言の準備をするそうよ。そんなさ、これで話は終わったから私帰るわね。パネーが立ち上がったので私も立ち上がりました。待って、パネー、私も一緒に行くわ。ずっと実家に帰れなかったんだもの。みんなに会いたい。そう、じゃあ当座の荷物だけまとめて実家に帰ってらっしゃい。実家からでも離婚の手続きはできるでしょ。うん。するとマサオはいきなり私にすがりついてきました。パニコ、行かないでくれ。俺が悪かった。だから離婚だけは。しかし私はマサオの手を振り払って冷たく言いました。ふざけるな。嘘まみれのあんたは妻からも親からも見放され、孤独で寂しい人生を送りやがれ。そうね、私には見えるわ、マサオさんの暗い未来が。誰からも見放され、誰からも相手にされないどん底の未来。その後私はマサオと離婚しました。パネーの言った通り、義両親は私に慰謝料とこれまでのお給料を一括で支払ってくれました。マサオは借金返済をしなくてはならない身なのに、キャバクラ通いがやめられずに夜や休日にもバイトを始めたそう。借金返済ができる日は遠いだろうな。そもそも返せる日なんてやってくるんでしょうかね。いしし。私はパートを辞めて本格的にパネーの店の事務仕事をすることになりました。パネーの店にお客様が集まりすぎて、なんともう1点増やすことになったから大忙しなんです。パネーに助けてもらった分、私もこれからはパネーを助けて一生懸命頑張りたいと思います。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。